山田哲人31の成績、7年契約4年目。竹岡とどっちがマシ？なお守備はカラーコーン。もう盗塁もできんのか。セカンドならまあ。去年まではなんだかんだ言われながらも二塁手としては打力ある方だったと思うけど、いよいよ厳しそうか。トリプルさんとって年々劣化してないか。山田は一度でも離脱したらそこでシーズン終了や、2022も2023も離脱前は悪くなかったのに、離脱後は急降下してる。昇格後9タコ4三振ではね。川端みたいにもう代打でええやろ。コンバートすればもうちょっと打てるようになるんか。若いな坂本なんて今年で36歳なのにまだまだやれるはず。ヤクルトおばさんにコンバートやろ。歴代ベスト9セカンド渦まらない問題は続くのか。 DH があればもう少しまともに打てそう。セカンド竹岡でええやろ。長竹コンビで万さんたちも喜んどるんちゃか。山田と話したこともない人に、山田は才能だけの選手だから長続きしなかったって言われるのかわいそう。トリプルスリーは3回はアンタッチャブルレコードだぞ。落合の三冠王3回ぐらいの希少価値。次にトリプルスリー狙えそうな選手おるんか。ご視聴ありがとうございました。